1,2,3,4! ありがとう、ありがとう、何度言えば伝わるのかな。幸せが生んだ言葉、最上級のありがとう。何気なく過ごす毎日に感謝の気持ちなんて持てなくて、例えばすごく可愛い彼女ができたら、ありがとうの言葉は絶えないだろう。しかしそれが日常になったら、あとは別れた時の涙に心動くだけ。何が普通で何が普通じゃないかなんてわからないけど、思い出せ思い起こせ、初めはそんなんじゃなかった。